西ドイツ国鉄202型ディーゼル機関車はかつて西ドイツ国鉄が使用した電気式ディーゼル機関車である。ヘンシェルシーメンスの2社の共同開発で1962年に試作された2 0 0 0 h p 級ディーゼルエンジン搭載のデニゼンを西ドイツ国鉄席に編入した2 0 2 0 0 1とヘンシェル BBC の2社が共同で1970年から開発を始め、 1971年と1973年に合計3両が施作された参照交流誘導電動機と2 5 0 0 h p 級ディーゼルエンジンを搭載するで2500を西ドイツ国鉄席に編入した2002から004の2グループ4両よりなる。本校では2002-003を改造して製作され、アイス開発に貴重なデータを提供した高速試験車ウムアンに、 ついても記述する。1960年代初頭の時点では、西ドイツ国鉄は、非電化区間向けのディーゼル機関車として、自重を軽くできて、電化に作れる液体式変速機を搭載した、液体式ディーゼル機関車を主力としており、1953年には、本線用として、メキドロ車製変速機と 1100HP 級、ディーゼルエンジンを2機搭載した。 軸配置 BB の V200.0 型を開発、量産開始した。もっとも、この V200.0 型は、本線用旅客機としては、若干比力で、1962年には、改良型として1 3 5 0 h p 級エンジンを2機、搭載する V200.1 型、後の221型が開発され、V200.0 型に代わって量産されるようになっていた。しかし、 これらに形式は最高速度時速 140km での運転に適合した減速比、つまり旅客列車用のみに適合する変速機を搭載しており、最高速度時速 80km で運転される貨物列車牽引には不適であった。また、2エンジン搭載で製作コストや保守、それに軸重などで不利な点があった。そのため、貨物列車牽引と、 旅客列車牽引で異なる減速比に変速機の内部減速比切り替えで対応し、1エンジンで 2000HP の出力を得られ、しかも V200 型よりも1ランク軽量という厳しい条件を満たした過客療養の汎用機が計画された。この計画では、1956年から1962年まで試作を繰り返した末に V160 型として、 液体式変速機を搭載した車両が完成、量産化されたが、この試作が行われていた時期に、大手電機メーカーである、シーメンス社がデルを開発し、西ドイツ国鉄向けディーゼル機関車市場へ参入する、ことを計画していた。長期的な研究の末、機関車メーカーとして、著名なヘンシェル社をパートナーとして完成した、軸配置 BB で、箱型車体を備えるそのデルは、 メインの発電用エンジンが 2000HP 級のマイバッハ MD870 であったことからで2000と命名され1962年のハノーバートレードフェアに出展されてデビューを飾った。成番はヘンシェル社としてのものがナン、no. バー29862シーメンス社としてのものがナン、no. バー6226である。この機関車は伝統的なデルであり一時的に 西ドイツ国鉄席に編入され、v 百六十型や v 二百型などとの性能比較試験が実施されたものの、DHL を将来の非電化区間の主力として開発・運用する方針を固めていた西ドイツ国鉄に受け入れられず、正式採用には至らなかった。九百六十八年にコンピューター管理の導入に伴い西ドイツ国鉄の車両全般で実施された、 形式称号改正では2 0 2 0 0 1から4という形式番号を付与されたが、1969年には西ドイツ国鉄からメーカーへ返却され、1970年5月にベストファーレン州立鉄道へ売却された。同鉄道ではデレ902と不満され、石灰石油層の貨物列車牽引に用いられたが、1973年には危機の延命のために、 エンジン出力を1割落として 1800HP としている。もっとも1977年には伝送品に深刻な故障が発生1978年に廃車されている。なお、シーメンス社はこの機関車の開発で得られた成果を輸出向けデルへ応用、ギリシア国鉄やローデシア国鉄へ納入することに成功している。 で2500、1960年代後半、半導体技術の進歩をはじめとする技術革新によって従来は一般的な鉄道車両への応用が困難と考えられていた三小交流誘導電動機を車両の主電動機として使用するための制御技術の目処が立ちつつあった。そこで BBC 社はこの新しい技術を試験するためのテストベッドとして ヘンシェル社と共同で新しいデルを試作、試験することとし、まず1971年に軸配置 CC と軸配置 BEB で仕様を違えて、エンジンもそれぞれ異なる機種を搭載した2両を試作、1973年に2002 200から2と同じ仕様の軸配置 CC として1両を追加製作した。なお、1971年製の2両は、 出るとして、史上初の参照交流誘導電動機搭載車である。両端のつま面を区の字に折り曲げ、緩やかな曲面を描く上部に、巨大な一枚窓を設けた溶接組み立てによる箱型構成車体を備える。全体にスクエアな印象のエクステリアデザインを備え、側面は、運転台部分に小窓がある以外は、乗務員扉を含めて窓がなく、 扉間には巨大な冷却パネルと通風口が一体に見えるデザインで設置されている。全小棟は上部中央に一棟、下部左右に振り分けて、各1棟、合計三棟が設置されており、標識棟は下部前小棟の左右外側に一棟ずつ二棟、設置されている。塗装は、それぞれ2002から2が白、2003 200から0が赤台台色。 2 0 2 0 0 4から8が青を基調とする単色塗装となっており、側面機器室上部にヘンシャル BBC で2500と記入されている。エンジン2002-2はマトゥー社製の MAA12、ボルト 956TB、202-003から、レート202-004か,から8はヘンシャル社製の 12V2423AA をそれぞれ各1機ずつ搭載する。 いずれも V 型12気筒のディーゼルエンジンで MA12V956TB は同時期に量産がスタートしていた西ドイツ国鉄を代表する汎用 DHL である V160 型の系列では最後の新形式となった V164 型に搭載されたものと同型の機種である大車最大軸重を引き下げて入線可能線譜を拡大した三軸ボギー台車と 通常の二軸ボギー会社が試作され、比較試験が実施された。完成後は、マンハイムの機関区へ配置され、1970年代を通じて、西ドイツ国鉄線上で各種試験が実施された。この過程では、パンタグラフその他の受電用機器を搭載した制御車が追加製作され、これを連結して発電セットを停止、電気機関車相当として運用する試験も実施されている。 いずれも、試験のみを実施し、本形式そのものは実用化には至っていないが、それらの試験の結果を受けて1976年には、三小交流誘導電動機を、主電動機とする120型電気機関車の試作車が、試作され、やがて120.1型として量産が開始されている。なお、これら3両のうち1両が、オランダ国鉄へ貸し出され、塗装を、 オランダ国鉄標準の黄色に塗り替え、直流 1500V 用のパンタグラフを搭載して 1600P 型として試験が実施された。だが、量産車となるべき1600型は、フランス国鉄 BB7200 系電気機関車を基本とした派生モデルに決定されたため、本形式の技術はオランダへ輸出されずに終わっている。高速試験車ウムアンカクシュ試験の終了後、 しばらく保管されていた202-002から004の3両であったが1980年代に入り高速新線と呼ばれる日本の新幹線の影響を多分に受けた高規格高速鉄道網の整備計画が具体化しその NBS を高速で走行可能な列車の研究開発が強く求められるようになったこのため NBS 用新型車のデータ収集用として 有給状態となっていた本形式3両のうち、2 0 2 0 0 3から、例が、高速試験車として改造されることとなった。コッポルベアー・アントリエブスネセム、略して、ウムアンと命名された。この車両は、一方のつまめを丸い鉄仮面のような流線型へ、改造し、屋根剣部などに、空力カバーを設置、エンジンは若干出力を増大させて 2750PS とし、 全く新しい駆動システムを取り入れた。そのため、デルであることには変わりはないが、最高速度時速2 5 0トルでの運転を、機として設計された新型二軸ボギー台車を装着する。後に、住友金属工業が開発したモノリンク台車と同様に、一本リンクで軸箱を案内し、軸箱をウィングバネで指示する。 特徴的な構造のこの台車は2段減速式駆動系の中空軸構造の2段目軸にブレーキディスクを内蔵。高速域では油圧シリンダーによってこの駆動装置を持ち上げるように作用させることで高速域でのバネした質量の軽減に役立てている。一方、この台車には巨大なレールブレーキが搭載されている。本社はエンジン出力の不足から単独での 最高速度到達が不可能で、後押し用に、西ドイツ国鉄103型電気機関車を連結した状態で、試験運用に充当され、後のアイスのための様々なデータが収集された。試験終了後、元で2500である3両は、うむ案となった200に003から0を含め、全車保存されており、減存する。ありがとうございます。